正午過ぎの金沢市内です。手元の温度計は 21.8 度を指していて、とても暖かいです。この陽気の中、外で散策を楽しむ人の姿も見られます。今日の県内は移動性の高気圧に覆われ、すべての観測地点で今シーズン一番の暖かさとなりました。最高気温は小松で 19.4 度、金沢で 18.6 度、河北で 17.7 度、加賀中津原で 17.6 度など、平年より10度ほど高く、各地で4月上旬から下旬並みまで気温が上がりました。春先取りとなった陽気の中、金沢市内ではコートを脱いで散策を楽しむ人の姿が見られました。もっと極寒イメージしてたんですけど、あったかいなって感じです。結構暖冬やなと思います。今日で言えばもう地元の方が寒かったですね。はい。季節外れの暖かさは明日も続く見込みで、予想最高気温は金沢で20度、輪島で17度となっています。こんばんは。こんばんは。2月14日水曜日のあったです。今日の県内はポカポカ陽気となりました。風はちょっと強かったですけどね。そうですね、はい、まだ2月なんですけど、この後夜寒くなって気温差あると思いますので、はい、体調管理はお気をつけください。ではここからは地震関係のニュースをお伝えしていきます。能登半島地震ではこれまでに住宅への被害が6万7000棟以上に上り、未だ全容が分かっていません。珠洲市では地震で倒壊した住宅の解体や撤去を自治体が代わりに行うための仮申し込みが始まっています。この制度は被害を証明する罹災証明書で半壊以上と判定された家屋などを自治体が所有者に代わって解体・撤去するものです。解体は公費で行われ、所有者の自己負担はありません。昨日から仮申し込みが始まった珠洲市では、市役所の窓口に被災した住民が訪れ、担当者が被害状況などを確認していました。自分で潰すにしてもお金でかいことがかかるし、公費でしてくれるとまで、まあ、早くにしてもらったら助かるなと思ってきました。これ一番高いお金かかるところだからね、うん、大変助かります。うん、珠洲市によりますと、本申請の開始時期については未定で、現在準備を進めているということです。一方、同じ珠洲市では海沿いの三崎町に住む漁師の神谷博樹さん。この景色って地震変わらん、変わらん、全然変わらんよ。この罹災証明が遅いがいね。これもう触られんがいね。集落は津波に飲み込まれ、蟹谷さんの住宅も土砂が入り込んだままで住むことはできません。富山県の業者からショベルカーを借り、自力で家の解体を行おうとしていました。しかしまだ俺実際照明のあれが満足しないから、触るなって言われてたから、親切な人がいて貸してくれたんや。2ヶ月だけ。白いとこ海水が浸ったんで、そこまでずっと津波の跡や。罹災証明書は持ち主の申請に基づき、自治体が現地調査を行った上で災害による被害の程度が証明されます。蟹谷さんは今月上旬に行われた現地調査の結果を問い合わせましたが、判断が難しいと言われ、再調査が必要となりました。結果を早く出してほしいわ。判断が下るとき遅いやろ。これがね、これまで何もできないやん。いまだに爪痕が残る集落。日常を取り戻すための一歩を踏み出せないままです。続いてはこちらです。来月にも実施が予定されている震災からの国の観光復興支援事業、北陸応援割。長谷知事はこの開始時期について、対象となっている他の県と同時ではなく、災害対応を優先して時期を見極めたいとの考えを示しました。
石川県はやっぱり被災の度合いも大きいので正直一緒にやりたかったけれどもそれはできないので事務方で調整をしてお先にお勧めくださいと申し上げました。長谷知事は北陸地域への旅行代金を1人1泊あたり最大2万円補助する北陸応援割について石川県としては足並みを揃えることができないと福井県の杉本知事と富山県の新田知事に伝えたことを明らかにしました。来月16日の北陸新幹線敦賀開業で経済活動を動かし北陸地域の発展に生かすため観光産業のテコ入れを行っていきたいとしています。応援割の開始の時期については二次避難所にもなっているホテル・旅館関係者とも意見交換していてその中で判断したいと明言は避けました。輪島市の避難所に黄色い声援が響きました。被災者に笑顔になってほしいと国民的人気アイドルグループのメンバーが輪島市門前町を訪れエールを送りました。輪島市門前町の避難所を訪れたのは TOKIO の国分太一さんや嵐の相葉雅紀さんらスマイルアップグループが企画したプロジェクトのメンバー9人です。メンバーは被災者たちと記念撮影やサインなどに応じ長引く避難所生活を励ましました。豪華メンバーの登場に被災者の中には感極まって泣き出すファンも。子供の中ずっとテレビで見てたんですけど。いいの？いいの？食べよ。書いてください。食べよ。ありがとうございます。はい、書いてよ。ありがとうございます。メンバーはタオルとお菓子の詰め合わせを配った後、ラーメンの炊き出しを行いました。今日は本当に心の底から笑えたような気がしてとても嬉しくてちょっと興奮しました。85年間生きててこんな嬉しいこと初めてです。あ、このまま死ぬのかなとかねいろんなこと思ったけれども今日それが吹っ切れちゃった。生きててよかった。人気アイドルのサプライズ登場に避難所が笑顔に包まれました。アイドルの力ってすごいですね、はい、本当に苦しい状況でも前を向く原動力になったでしょうね。本当に嬉しそうで皆さんのこの弾ける笑顔というのは周りの方もさらに笑顔にしてくれますよね。今日吹っ切れたという言葉もありました。人気アイドルの方とのコミュニケーションはより被災地を元気にしてくれます。続いては秋篠宮さまが金沢市内の病院を訪問し入院している被災者を見舞われました。元日の地震後、皇族が石川県を訪問するのは初めてです。社会福祉法人済生会の総裁を務める秋篠宮さまは、きょう午後1時前、済生会金沢病院を訪問されました。院長によりますと、秋篠宮さまは入院している被災者や職員などから震災の話を直接聞き、お見舞いの言葉を伝えられたということです。入院患者の中には家が倒壊して骨折し車椅子に乗っている女性がいて秋篠宮さまはひざまずいて手を取り大変でしたねと声をかけ当時の様子を聞かれていたということです。避難生活が長引く中被災者には今後の生活をどうするのかが大きくのしかかってきます。二次避難所となっている加賀市の旅館では避難者を対象にした就労に関する出張相談が行われました。初めて開かれた出張相談は避難者の新たな生活をサポートすることを目的にハローワークと石川就職定住総合サポートセンターアイラックが行ったものです。会場では被災者を対象とした1000件近くの求人や雇用保険の受給などに関する情報が紹介されました。やっぱ不安はいっぱいありますもん。泣きたいほどです。アルバイトしても週20時しかダメやとかいろんなこと聞いて大変ねんって
今後のお住まいについて、まあ、県でも調査させていただいてますけれども、まあ、そういった中で仕事どうされていこうかという方とかいろんな方いらっしゃると思うので、そういった方々に寄り添って対応していきたいというふうに思っております。ハローワークとアイラックによる出張相談は明日は金沢市、また今月20日には穴水町でも開かれます。能登半島地震で被災し二次避難している高校生に向けて県教育委員会は金沢大学と連携した学習の場を金沢で提供しています。金沢市の県文教会館に来ています。こちらでは奥能登の高校生たちが勉強に励んでいます。県教育委員会では奥能登の県立高校に在籍し能登を離れて避難する1年生と2年生を対象に金沢市の県文教会館で今月2日から学習場所を開いています。会場ではオンライン授業のほか奥能登の高校で働く教員による対面での授業も行われ、運営には金沢大学の学生らがボランティアとして携わっています。三角関数を久しぶりに扱う人も多いと思うので、まずは思い出しからいきたいと思います。利用には各高校を通じての利用登録が必要で、今日は57人が参加しました。わからない生徒に対しても手厚く指導できましたし、ぜひ今後もお力を借りたいなというのが本音です。最初はなんか緊張するとか言ってましたけど、少しずつ打ち解けて話してもらえるようになったので良かったです。県教育委員会では当面の間この学習の場を提供していきたいとしています。能登半島地震の最新の被害状況です。これまでに亡くなった人の数は241人、このうち15人は地震の後病気や怪我などが悪化して亡くなる災害関連死です。また安否不明者は11人です。続いて避難状況です。県内の一時避難所に避難している人は6913人です。また旅館やホテルなどの二次避難所には5209人、二次避難所への受け入れが決まるまで滞在する 1.5 次避難所には175人が避難しています。断水の情報です。現在もおよそ3万620戸で断水しています。最後に停電の情報です。停電は1月末までにおおむね復旧していますが、輪島市や珠洲市などの立ち入りが困難な一部地域合わせて1270戸ほどで停電が続いています。続いては被災地の生活情報をお伝えしていきます。まずは道路の情報です。能登里山街道の横田インターから越野原インターの区間について明日午前7時ごろから輪島方面に限り緊急車両の通行が可能となりました。越野原インターから穴水インターの区間については通行止めは継続します。代わって鉄道の情報です。 JR 七尾線は現在運行を休止している七尾駅から和倉温泉駅間の特急列車が明日運行を再開します。再開するのは特急サンダーバード号と能登かがり火号の一部です。また能登鉄道も七尾駅から能登中島駅の区間で明日運行を再開します。避難者を対象にしたハローワークの出張相談が明日金沢市のアパホテル金沢中央1階ロビーで行われます。求人情報の提供や雇用保険受給などの相談ができます。時間は午後1時半から午後3時半までです。県では避難所以外で避難生活を送る人の情報登録窓口を開設しています。避難所を離れ自宅や車中泊、県内外の親戚の家などに避難した人を対象に避難先や氏名、生年月日や電話番号などの登録を呼びかけています。電話または県公式の LINE アカウントでも登録を受け付けています。続いて
一般の方のボランティアについてです。参加するにはホームページからの事前登録が必要です。受け入れ準備が整った市や町について活動内容や日程の案内がメールで届きます。参加できる日程を選択しエントリーしてください。その後、県の災害対策ボランティア本部から参加日の連絡が来ます。この先の天気予報をお伝えします。まずは注意報です。この時間、加賀全域に乾燥注意報、小松市と白山市にはなだれ注意報が発表されています。明日朝9時の予想天気図です。高気圧の中心は次第に日本付近から離れるでしょう。代わって西から前線や低気圧が近づいてくる見通しです。全国の明日の天気です。各地でどんよりとした天気になるでしょう。次第に雨の範囲が広がり、雷を伴うところもありそうです。晴れ間の出る東北南部や関東も夜は雨が降り出すでしょう。北海道から東北北部では雪になるところが多く、荒れた天気となる恐れがあります。一方、沖縄では日中は日差しが届くでしょう。県内の明日の天気です。県内は天気が下り坂となるでしょう。夕方から雨や雷雨となり、風も強まって荒れた天気になりそうです。地震により地盤の緩んでいるところでは土砂災害に注意してください。明日の能登は雲が多く、夕方から雨が降るでしょう。ところにより雷を伴いそうです。輪島の最低気温は11度の予想です。最高気温は17度と今日と同じくらいで、日中は春の暖かさが続くでしょう。空気が乾燥しているため、火の取り扱いには注意が必要です。加賀も明日は雲が広がり、夕方からは雨が降るでしょう。ところにより雷を伴いそうです。金沢の最低気温は11度の予想です。最高気温は20度と季節外れの暖かさとなりそうです。山沿いでは雪解けによる雪崩に注意が必要です。県内の週間予報です。あさって金曜日まで雨が続くでしょう。土曜日から月曜日は一旦日差しが戻りそうです。あさって金曜日はぐっと気温が下がり、最高気温は10度を下回りそうです。全国の週間予報です。あさって金曜日は北日本の日本海側や北陸で雪や雨が降るでしょう。土曜日と日曜日は広く晴れそうです。月曜日以降は日本海側から次第に雨や雪の範囲が広がる見込みです。花粉情報です。北陸地方は明日は雲が広がりやすく、夕方以降は雨が降るでしょう。花粉の飛ぶ量は少ない見込みです。ここまでお天気でした。能登半島地震で起きた輪島朝市の大規模火災で、火の手から逃れた一人の医師。いつ地元に人が戻ってもいいように、切実な思いを抱えながら診療を続けています。能登の観光名所、輪島朝市。露店が並ぶ商店街、本町通りには、去年夏の輪島大祭に合わせて、キリコを担ぐ若手の威勢の良い掛け声が響きました。しかし、ここで僕は生まれ育ってるわけです。たまたま火に逃れられただけで、当事者ど真ん中なんですよ。もうこの本町通りに生まれた小浦智之さん、医師として地元に戻り、一昨年にクリニックを開院しました。コロナ明けで、ようやく祭りが再開できるってみんな活気づいて、本当に絆がね、強い地域だったんですよ。まあもう悔しいですよね。火が燃え広がった家々の中には、小浦さんがかかりつけ医として診療していた患者の自宅もありました。その住民は、
今も安否不明のままです。まあ、津波って話になってたんで、もうとにかく逃げるしかないですよね。自分もばあちゃん、90超えたばあちゃんをおんぶして、絶対助けなきゃいけない人だっていうのはまあわかるんですけど。小浦さんは火災現場から500メートルほど離れたクリニックを拠点に、先月22日外来診療などを本格的に再開。また2016年の熊本地震で被災地支援のため益城町に滞在した経験を生かし、今回の地震では国や県医師会と地元医師の橋渡し役、いわゆるリエゾンとしての役目を果たしています。多忙な業務の傍ら、地元に残る患者のもとを駆け回ります。お元気そうですね。どこも悪ねえよね。そうやね。日に日に元気に見えるわ。OK。地元本町通りに以前の活気が戻ってほしい。観光地朝市としてのみならず、つながりの深い住民同士の営みがあったと強調します。あの通りをなりわいだけじゃなくて、営みとしてあそこで生活してた人たちって今散り散りになってるんですよね。あの町でどんなことを、どんな人と過ごしていたのかっていうことを、僕はやっぱりずっと忘れずに、できれば語り続けていきたい。決して諦めないと繰り返す小浦さん。医師としてだけでなく、地元に生きる人間として、一地元民として、並々ならぬ思いを胸に今日も診療を続けます。小浦さんの地元への思い、そして決意というのが非常に伝わってきますよね。はい、小浦さんに地元に残る理由を尋ねると、二次避難のため輪島を離れることになった人たちのためだと話していました。被災した人が家に戻ろうと思ったとき、自宅で具合が悪くなっても安心だと感じてほしい、そのためにインフラとしての医療体制を整えておく必要があると訴えていました。続いても輪島市の話題です。輪島市の山あいの地域で、元日から休まず営業を続けるスーパーマーケットがあります。被災しながらも店を開け続ける店主の思いを取材しました。輪島市中心部から車で1時間ほどの場所にある町の地区、多くの住宅が倒壊する中、元日から毎日営業を続ける地域で唯一のスーパーマーケットがあります。元屋スーパーです。ね、これ酒粕もらってんけど、うん、よかったら作って。いいんですか？もちろん。ありがとうございます。店を経営する元屋一郎さんと律子さん夫婦、1年のうちで休業日はたった1日だけ、それが元日でした。柱がバッとこう倒れてきたから、これ当たったら死ぬなと思ったけど、たまたま当たらんかったから、大丈夫やったっちゅうだけで。自宅は倒壊しました。しかし横にある店舗は商品が散乱したものの、なんとか持ちこたえていました。電池を開けてちょうだいとか、これちょっと回っていくと、そしてそういう買い物し始めて、商品を求めてやってくる地元の人たちのために、地震直後から店を開けることにしたのです。最初はね、みんなやっぱりカップラーメン買いに来ましたよ。そうですか。もう全部売れてなくなりました。あと残ってるのがこの大根。長時間火を使わないと料理できないから。防犯対策のため店に布団を敷いて寝泊まりする元屋夫婦。電気も止まり、寒さが身にこたえると言いますが、それでも地震が起きてから休むことなく営業を続けています。いなくなったら、今度はここの住まれる方はどうします？特にお年寄りとか、それを考えたら私らが頑張らなきゃいけない。必
取材をしている時も。おー、ご苦労さん。あらおやってるやってる。待っとったぞ。元気やった。大丈夫やったっけ。あっちひどいんやろ、うん、どうよ、全部崩れたんやろ、うん、いやでも元気でよかった。心配したわ。常連だった男性が地震発生後初めて店にやってきました。ちょっと待って。男性が探していたのはひげ剃り用のクリーム。これでどうだ。この印籠が目に入らぬか。これ全然封切ってないから、風呂場に転がる。500円だけちょうだい。どうもありがとうございます。また寄ってください。いや話しに来て。自分たちも被災者、それでも店を続けるのは地域のコミュニティを残したい、そんな思いからでした。いやこれしかできないんだってば。何かしようとしたらうちら店のことしかできないもん。来年の元日こそゆっくり休めることを願い、夫婦は店を開け続けます。元屋さん自身も被災されたのに、地震直後から店を開け続けるというのは本当に大変だったと思うんですね。ただ常連客の方とのコミュニケーション、会話を見ていると、その律子さんの朗らかな性格が和ましているのかなとも感じました。ではここで義援金のお知らせです。 MRO が加盟する JNN と JRN では、今回能登地方などで発生した令和6年能登半島地震に対し義援金を受け付けています。1月1日に発生した能登半島地震とその余震により、各地に甚大な被害が出ています。地震の被災者を支援するため、皆様からの義援金をご覧の銀行口座で受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に送られます。詳しくはデータ放送やホームページをご覧ください。これまでに皆様からたくさんのお心が寄せられています。また県でもご覧の口座で義援金を受け付けています。皆様のご協力をお願いいたします。石川3区選出で自民党の西田昌司衆院議員が代表を務める政党支部が、3年前に国と取引のある地元の建設会社2社から合わせて200万円の寄付を受けていたことが分かりました。収支報告書によりますと、西田氏が代表を務める自民党石川県第三選挙区支部は、2021年に行われた衆議院選挙で地元の建設会社2社から100万円ずつの寄付を受けました。この2社は当時国の公共事業を受注していましたが、公職選挙法では国と契約を結ぶ当事者が国政選挙に関連した寄付をすることを禁じています。西田氏の事務所は、寄付は政党支部の活動の支援として受け取ったもの、当時国の公共事業を受注していたことは知らず、法律に抵触する寄付と考えていないとしながらも、道義的見地から今日までに返金したとしています。一方、石川1区選出の小森卓夫衆院議員が代表を務める自民党石川県第一選挙区支部も、衆院選直前に国と取引がある建設会社から50万円の寄付を受け取り、昨日までに返金したということです。最大3億円が当たるバレンタインジャンボ宝くじの販売が今日から始まり、白山市の売り場でも多くの人が買い求めていました。本日は大安吉日バレンタインジャンボ宝くじをご案内しております。去年12月の年末ジャンボで1億5000万円の当選者を出した白山市のマットーアピタチャンスセンターでは、販売初日の今日、一攫千金を夢見て宝くじを買い求める人の姿が見られました。バレンタインジャンボは1等前後賞を合わせて3億円が当たる宝くじで、今年は高額当選のチャンスを手にしてほしいと、2等の1000万円の当選本数が去年のおよそ3倍に増えています。
今日たまたま僕誕生日なんですよ。あ、誕生日。そうね、誕生日で大安なんで、あ、これはなんかいいかなと思って。まあ車ですかね。誰かやっぱり家建てることやる。バレンタインジャンボは来月15日まで販売されます。